そいつ、学校も知らないんですか？よかった。忘れられているかと思った。紹介するよ。彼が転入生の雫宗十郎くん。で、こっちの彼女が青崎青子くんだ。ここで眠ると風邪ひくわよ。それで何があったの？昨日徹夜で完成させた例のあれ、意味がなくなっちゃったのよ。今日できなかったのは少し痛いわね。覚悟を決めろって言いたいのよね、あんたは。イケてる。二人とも気は合うようだね。悪いけど、優しくしてあげる気はないから。これもちょっとした疑問なんだが、なんで君は怒ってるんだ？あなたが人を批評するのは珍しいわね。そういうダメな人、気にするたちだったの？相変わらず無駄に元気があって結構じゃねえか、てめえら。お前はこっちだ、宗次郎。ちょい顔貸せ。学校にあるようなほうきが欲しい？田舎者の趣味って理解不能ね。水郷すぎ。女のことで相談だ？で、なんかやっちまったのか？よ。青子、覚悟を決めておいて。London bridge is broken down, broken down, broken down. London bridge is broken down, my fair lady。不可能な夢物語をも再現する時代に取り残されたデタラメよ。待て、人殺しはいけないんだぞ。さあ、ごっこ遊びをしましょう、お人形さん。あいつも殺すのか？言っとくけど、あいつは人間じゃないわ。時々油断すると思うんだ、この街について。きっと一瞬だろうから、お別れだけ言っておくわ。青崎のことだ。あれに絶対気づいていない。そうだ、覚悟なんてもう決めたでしょ。最初の試練は、なんとかアリスに同居人として認めてもらうこと。あの子、私なんかより数倍常識ないから。気をつけないと死んじゃうぞ。